80年代から90年代にかけて、安価で楽しめる、ライトウェイト FR スポーツとして人気を博した、AE86 型カローラレビン、スプリンタートレノ。その後継となるべく、2012年に誕生したのが、このトヨタ86。上級グレードの GT は、およそ300万円ほどで販売されたようですが、100台のみ限定販売された、GRMN というグレードは、648万円で販売されたそうです。もちろん、あの安価で手頃なイメージだった、30年前の AE86 の頃を考えると、86に648万円の値がつくというのは、いかにも高価という感じがします。この GRMN というグレード、ちゃんと速い車に仕上がっているのでしょうか。GT スポーツに収録された車のテストをしたいと思います。検証車両1台目は、通常設定されているグレードの GT。2015年式のこのグレードは、295,200円で販売。ゲーム内でも、その価格設定は反映されています。現代の国産 FR スポーツカーとしては、ほぼ唯一とも言える、貴重な車で、この車とロードスターが、国産 FR スポーツの、日本柱であると言っても過言ではないでしょう。現在、スポーツカーとして、最も手頃に手に入る1台と言えます。そして検証車両2台目は、限定100台が販売されたコンプリートマシン、GRMN。こちらはゲーム内では500万クレジットで販売されているものの、現実では648万円、GT の倍以上の値がついたグレード。フロントスポイラーやリアウィングなどの装備、補強による光合成化、さらに重量増を打ち消すための軽量化など、走りの面で GT の上を行く装いとなっています。エンジンも、カタログスペックで19馬力アップの219馬力を発生。トヨタが究極の86と自信を持つ1台、まさか GT より遅いなんてことはないですよね。04タイムをチェックしてみましょう。このゲームでは、400メートルきっちり計測できるわけではないので、計測は手動ということになります。スタートラインの奥側を、画面の下の縁に揃えます。体勢整って、スタートしました。計測にはスタートリミトラクションコントロールを入れています。さあ一速抜擢って、今2速にシフトアップ、さらに速から3速へ、アクセル全開。ステアはまっすぐの状態。さあこれでどこまで伸びるのでしょうか。停止時点で15秒183。少し手前でポーズがかかったので、だいたい15秒2といったところでしょうか。それでは今の 86GT のゴーストを表示して、 GRMN の視点から見てみましょう。GRMN がちょっと遅れた、一速がロングレシオの GRMN、一瞬だけスタートで遅れましたが、しかし速い、GT をあっさりかわして前に出ます。さあ、勝敗は決しました。あとはタイムですが、今ゴール、タイムは14秒750、GT は15秒2を切る程度でしたので、GRMN がコンマ4秒ほど先着したことになります。それでは、この2台を富士スピードウェイに持ち込んで、ゴーストバトルをしてみましょう。マシンはおなじみの無改造、性能調整はありません。タイヤはコンフォートラジアル。ペナルティはショートカットペナルティを設けてあります。ゴーストは GT、カメラは GRMN からの視点となります。もちろんドライバーは両者うつ主、ドライバーの技術差はありません。それでは、検証に入りましょう。GRMN ですが、この富士山の麓、富士スピードウェイでどんな走りを見せてくれるのでしょうか。04タイムでは、GRMN が GT を圧倒していました。もちろんこの富士の長いホームストレート、ここでの伸びは GRMN に一日の強があるのではないかと思いますが、スタート後 GT と GRMN の差の開き方に注目です。今スタート。さあ先に前に出るのはやはり GRMN です。これは04タイムの通り、GRMN があっさりと前に出ました。2車身、3車身と差を広げていきます。2台の価格は、倍以上の差があります。やはり、価格が倍以上ともなれば、速さも倍以上だとでも言うのでしょうか。それとも若い車は3倍速いのか。第1コーナーは GRMN が前を奪いました。さあ、一
レントで DRMM がどんどん逃げていきます。その差はさらに広がって5写真以上の差になりました。 DRMM が先にコカコーラコーナーに入ります。ちょっとアンダー気味だった気もしなくもないですが、無事通過、GT を無事に通過しています。なんか GT が近づいてみような。なんか GT がめっちゃ迫ってきてます。GT が GRMM の背後、なんか横によじれながら追ってきます。今振り返って後ろとの差を確認していますが、明らかに100あるからヘアピンの区間で GT が差を詰めています。エアロパーツなんて飾りです。偉い人にはそれがわからんのです。遠いワンバカリの GT の猛追、しかしまっすぐは GRMM が速い、というかまっすぐしか速くなくね。我々は86にまっすぐの速さなんて求めてないと、パワーがありさえすればいいというものではない。そんなのは秋山渡りの時代に終わっているんだ。ダウン台が否定の通過、まだ GRMM が前ではありますが、明らかに下りで気づいた2頭吐き出してしまっている。そしてこのセッター3はまだコーナーが残っていると、中3コーナーから GR スープラコーナーへと向かう。この左コーナーを曲がった先はどうなのか。ブレーキングは見るからにアンダーステア、そして他のスピードも高くはなさそう。うつむちが死ぬほどに特に出たがっている。わなわなと震える左手をどうにか抑え込んでいる。さあそして最終コーナー、ここさえ逃げ切ってしまえば、ストレートスピードは GRMM の方が上です。バックミラーにはまだ GT の姿がしっかり映っている。さあ GRMM、最終コーナーも GT の前で脱出していく。これは赤おばさんを巻いたようだ。いやいや、この曲何？もう来ないよね？まっすぐはこっちの方が早いよね？ここからいきなり追いついてくるとか、そういうことはないよね？今めっちゃ離れてるんだけど、ここからすごい勢いでマスタングスペシャルしたりとか、そんなことあるはずがないよね。あ、ゴールした。GRMM がゴールイン。タイムは2分6秒491。なんだよ、ちゃんと GRMM の方が早いじゃん。脅かしやがって。そして 1.5 秒ほど遅れて GT がゴールイン。しかしコーナーは完全に GT の方が追い詰めていました。これは追っかけチェックもやらなければならないようです。検証のまとめとインプレです。今回はトヨタ86の中でも648万円で販売された超高額限定モデル GRMN に焦点を当て、 GRMN はちゃんと GT よりも速いのかどうかをテストしてみました。結果から言ってしまうと、確かに GT より速いことは速かったのですが、エアロとか補強とか色々入ってる割にはコーナーは GT の方が全然速いという、なんかいろんな方面から消されそうな結果になってしまいました。あくまでもゲームの結果ですので、実写ではさすがにこういった結果にはならないと思います。かっこ笑い。直線は当然ながら、エンジンパワーの出ている GRMM の方が速いですが、GT よりも中速域が速い分か、高回転域のドロップ感は、GRMM の方が強い感じがしました。傾斜やシフトロスも考慮しつつになりますが、GT よりは少し早めのシフトアップが必要になります。
GR-MN は一速がロングレシオなので、04対決では出だしで若干 GT に遅れを取りました。しかし GR-MN が遅れたのはほんの一瞬で、その後の加速は完全に GR-MN が上回っていました。このように、加速力では GR-MN が GT を圧倒していました。しかし、コーナリングスピードに関しては、GR-MN よりも GT の方が断然上という、かなり衝撃的な結果となりました。両者ともゲーム内数値ではダウンフォースは0に設定されており、ここでは GR-MN が優位に立つことはなさそうです。サスペンションの初期設定は、GR-MN がフロントの車高が 15mm ダウン、バネの硬さが GT と比べて 0.2Hz 高い設定です。今回の動画には収録しませんでしたが、車高と固有振動数を GT と同じにした状態でのテストも裏でやってみました。結果としては、若干ロールが出るようになっただけで、速さの面ではほとんど変化は感じられませんでした。GR-MN の強いアンダーの感覚、どこかで経験したような気がしていて、ずっと考えていたのですが、これはグランツーリスモシリーズの過去作にあった、車体剛性リフレッシュや、剛性アップのチューンを施した時の、アンダーの出方に似ているように感じました。私は GT5 をやったことがないので、これについてはどのような仕様になっていたのかわかりませんが、GT4 や GT6 の頃には、車体剛性アップや車体剛性リフレッシュのチューンを行うと、アンダーステアの症状が強く出るようになるという仕様がありました。走行距離を稼いで車体剛性を落とし、よりノーズが入る車に仕上げるという技術もあったようです。ここからは私の推測ですが、この車体剛性の概念は、ハイグリップタイヤを履くレーシングカーに適合的な概念で、レーシングカーの場合には、旋回中の挙動の乱れを抑えるものとして機能する概念だと思われます。旋回性能そのものは、車体剛性ではなく、重量バランスや駆動方式、タイヤのグリップなどに、より強く依存するものと思われます。しかし、そもそもハイグリップタイヤを履かず、速度領域の低い市販車の場合、剛性の高さは、挙動の安定性として機能する側面もありますが、それ以上に、強いアンダーステアの症状として現れていました。今回検証に使用した GR-MN は、GT に比べて、かなり補強が入っているようですが、そのあたりの関係で、旋回速度が低かったのかな、という気がします。ゲーム内の剛性に関する扱いと、GR-MN の剛性パラメータが、うまくマッチしていないのではないか、という印象です。フロントスポイラー、リアウィング、ディフューザーを追加して、コーナリングがノーマルより遅いということはさすがにないと思うので、剛性の仕様や剛性パラメータの見直し、あるいはダウンフォースのパラメータの見直しなどで、旋回速度で GT を上回るくらいの設定にしても、バチは当たらないかな、と思いました。というわけで、実写でこんな結果だったらめちゃくちゃ炎上ですね。曲も終わる感じなので、この辺で、ご視聴ありがとうございました。